Japan Junior Figure Skating Championships Gold Medalist Rumi Suzu。 来年2月ブルガリアの世界ジュニア、日本女子の世界ジュニア代表はこのスイズルミ。さあナディア、この音楽です。本当にエキゾチックな感じに見えてきました。とてもスイズ選手に合っていますよね。まあでも今回は全日本の最終グループで感じたあの緊張感、ものすごいプレッシャーもあったと思うんですけれども、でもこういう経験を積み重ねることでさらにトップレベルを目指すことができますから、世界ジュニアに向けて良い経験になったのではないでしょうか。はい、このスケーティングが本人が自信を持っている部分です。この武器を磨いて世界に挑みます。いや、大きな拍手。よく作り込んであるエキシビションナンバーですね。これは見せました、スイズルミ。全日本ジュニア王者、その力を遺憾なく発揮です。いやー、井上真央さん、はい、いかがでしたか。あの高校生と聞いてすごくびっくりしましたね。すごくあの大人の魅力があって、女性らしい方だなと思いました。思わず方という表現になってしまいますけどね、はい、本当に。いや、本当にこのインド風の音楽に乗せて、八木沼さん、よく音楽の表現も良かったんじゃないですか。そうですね、競技会とは違ってエキシビションナンバーですと、もうちょっと違う風な作りをする場合があるんですけれども、非常によく作り込んであって、目の表情とかも魅力的でしたよね。